新年明けましておめでとうございます。2015年1月1日でございます。ありがとうございます。いやー、いい新年だな、今年もね、今年も、はい、というわけで2015年1月1日の朝なんですけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。昨日はハッスルしましたか。二日酔いとかね、もう飲み明かして今朝帰りで寝てるとかね、そんなのあると思いますよね。うん、まあというわけで、まあとりあえずね、ちょいといっぱいやらすか。朝からね、正月ならではの名古屋城、日本酒でね、行きますか。というわけで、皆様、新年明けましておめでとうございます。乾杯。今年もね、お互いいい年にしような。いけるな。まあ、というわけでねまあ1月1日なんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はきっとね、私はきっとっていうかね私はね、多分ね、寝てます、はい、さっきまで寝てました。多分、もしかしたら起きてないかな、まだね、1月1日のこの時間。まあ1月1日なんですけども、まあね、食い始めと、飯始めということでね、最近ではね、年越しそば、年明けうどんっていうのがね、どん兵衛とか売ってたりするんで、私はもう、うどん食おうかなと思います。というわけでね、用意いたしましたよ。用意いたしましたよ。どん兵衛。どん兵衛でございます。どん兵衛。これ普通のこれどん兵衛なんですけど、こちらにもう一つどん兵衛があるんですよ。これね、これ関東の方からいただいたおどん兵衛でございます。で、関東ってデコでこれ液体スープな？粉末じゃないんや。昔ってこの粉、この粉のやつが緑か赤かの差ぐらいだったような気がして、気のせいやったかな。液体なのにこれ関東。え、関東の方たち、どん兵衛は液体ですか。あとパッケージがね、こう縁が金色の、金とグリーンだけど、こっちは関西はかなりのグリーン、で、なんか七味はね、両方ともついてますね。まあというわけでいただきたいと思います。多分5分ぐらいもう立ちかけてるかなと思います。ちょっと違うね、これ関東、これ関東ね、違うでしょ。どん兵衛って書いてある字は白なんですよね。こちらは、まあ私が見慣れたいつものどん兵衛、俺はこのどん兵衛ね、いつもこのどん兵衛ね、どん兵衛は緑なんですけど、これ緑なんですけれども、何かみたいなね、こんな差があるの、これ絶対違うに決まってる。だって液体と粉末の時点で絶対味ちゃうやん、これ、関東って完全に液体なわけ。もう今や液体なんかな、普通に液体なの、あの袋ラーメンあれみたいな感じで液体なのかな、どうなんやろう。で、これはだからたまたま、うわドロッとるな、たまたま今回だけそうなのかな。わ、だけどなんかそのと、なんか特別などん兵衛っぽく書いてなかった、液体なんちゃらとか書いてあったけど、どうなんやろうね。こっち関東ね、こっち関西、西と東でございますね。この七味つけたらやっぱり完全にマルちゃんの影響を受けてますよね。絶対受けてるよな。さあ、というわけで、まあこっちは関東は食べ慣れてないから、とりあえずいつもの味を味わって帰ってくる。というわけで、いただきます。年明けうどん、いただきます。いつものやつや、いつものやつね。で、何も変わり映えなく、これはいつものやつですね。先日スーパーで買ってきた、いつも通り、いつも通りやな。うまいな。よし、でも色は違うもんな。ちょっとこっちの方が濃いですね、色ね。見えっかな、見えんよな、この距離じゃな。こぼれっから見せへんけど、いただきます。あ、醤油効いてるな。あからさまに違うな、醤油効いとるな。やっぱだから関東のだしは黒いっていうからね、関西からすると。
逆に言うと関西、関東の人からすると関西の出汁は薄いっていうのかな。じゃあ行きます。うん、あ、これこれでうまいね。甘辛い。何やろこれ、この甘さ。うん、なんか関東はやっぱちょっと醤油甘い、砂糖醤油とかね、なんかそんな感じのね、甘さがあるね。これこれだけどうまいね。うん、うまい。うん、液体なんかな、俺粉、粉やと思ってたけどな、関東も。うん、これまた食べ比べしたってね動画でやってる人いっぱいいるやろうけどね。うん、液体とはちょっと驚いたな。美味しい。だけど別個や、全然違いもん。こんなにも違うかって言われ違うね。うん、で麺がこっちは白く見えるもんね。こっちは茶色く見えるもんね、やっぱね、だしの加減で、だしが、だしの染み込んだ加減で。うん、どうなんやろ、液体じゃないかって粉やったらな、これ食べ比べできてないよね。うん、わ、これ食った後めっちゃ味薄感じる。薄っ、うん、味薄いな、これ。うん、いやー、食べ比べなんかちょっとしかしませんよこっから長いからね。うん、ダラダラするよ。正月ですよ、もう2015年。うん、平成27年。もう平成になって27年ですからね、言ったってね。そういうことでしょ。だって平成生まれがもうアラサーですよ。驚いちゃうよね。だって俺らの世代からすると平成ってさ、もう子供やもん、小学生ぐらいの感じやもんな。うん、今や平成がもう、うん、平成がにゃーんとかやってんのよ、スーパーは。やってておかしくないもんな。うん、驚いちゃうよ。だけど考えりゃ27歳も、もう結構な大人やで。このアラフォーからするとが、もう大人っていうのがまだやっぱついていけんよな。うん、平成27年っていうぐらいやから、言ってる人は27歳ぐらい言ってるわけでしょ。うん、昔はね、昭和平成を生むっていうのはね、フェイスブックや、うん、あの感じやったんですけど、今平成が平成ですよ。うん、わかりまやろな。うん、平成の次ないからまだ、うん、まだちゃうかな。うん、だけどお正月皆さんどうしますか。うん、どうしましょう。うん、とりあえず俺は初詣かな、一旦な。初詣行きたいな思ってるけど、朝からね、うん、初詣行って、まあ、行けたら墓参りもねえ、うん、ちょっとええやつぶりたいから、うん、うん、で、ちょっと買い出しして、今やだって正月だろうが店閉まってませんからね。うん、今開いてますから、うん、スーパーとか買い物して帰ってきて、まあだらだら酒でも飲んで、うん、
待ち明けの、あのテーブルクロス引っ張るんでも見ようかなと思ってますけどね、はい、皆さん、あの結婚されてる方とかされてない方によって違うと思います。実家帰るってあるじゃないですか。またまあ奥さん、結婚されてる奥さんの実家、旦那の実家って言ってるんですか。あれってもう絶対毎年な、毎年やから。俺は去年実家行ってないからね実家行ってないから、うん、今年も多分行かないからね。まあ顔出しにぐらい行くかもしれないけど、ちょっと覗くぐらいは。実家でゆっくりするっていうことはないけどね。でまあ結婚してるわけでもないから、奥さんの実家とかそんなもないから、うん、地方から帰るのも大変やん。だってさ、皆さんいつから休みな。この間の、この間っていうか12月の26日ぐらいから休み。26日から年明けは5日ぐらいまで休みなわけ。もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど9連休くらいあるんじゃないの。いいよな、うん。私6連休、うん、私6連休ですわ、うん、しあさってから仕事ですわもう、しあさってからなかなか長いよ、うん、もしかしてもこしたしもうね、関西薄感じるな、関西の方がね、ペロッと食べちゃったけど、さっき大きいおにぎり2つ食べたのに、うん、俺もまだまだいけるね、今年も人間ドックからこんな食生活、なんか俺のもう1月1日なんけど、なんか俺の記憶では昼ちゃうわ、5、6時間前に、俺5、6時間前ちゃうか、もっと前か、何時間前や、8時間ぐらい前にさ、冷やし中華食べたような気がするんだよな。なんかもうそれあかん、病院人間ドック行かなあかんで、カップラーメンばっか食べとったら、うーん、あかんわ、ほんま喉にね指突っ込んで吐いてやろうかなと思うぐらいあかんことしてると思うよこれね。でもうまいんだよねこれね、うん、食べちゃうとね。皆さん年明けってやっぱおせちとか買うの。おせちとか、俺おせちとか買わへんから分からへんけど、てかむしろおせちそんな好きじゃないみたいなね、うん、おせち料理だわーいじゃないもんなならないっしょ。雑煮ぐらいしたせいでテンション上がったってね、うん、今年はまあうちでも雑煮は作ろうかなと思ってるけど、まあ動画にせえへんよ、多分動画にせえへんと思うよね、うん、まあうだうだーと1日はな、ゆっくりやるな。てか世の中の皆さんも初詣以外で1日バタバタ動くのないし、福袋買いに行く女子以外で1日からね、うん、俺だってね、昔いつやったかな、大晦日だよ、大晦日、そうそう思い出した今、もうその当時付き合ってた彼女とね、まあ、年越すかと、年越しのウキウキウォッチやったのよその時ね。まあ言わなくてもあのナイナイのさ、あの売れない芸人が出てたりとかしてさ、でさ、福袋はね、福袋いつかな、2日からかなとかって言ってたのよ他にね、大体2日とかちゃうほんな、毎日は一緒1日やんかって言ったらさ、オーパの初売り1日からとかで書いてあってさ、コマーシャルで1日から空いてるやんってさ、そこ寝さされたよ明日は早いからってさ、何もせず、本当にもうそんなありました。あの時何時だって12時かもう1時に寝さされさ、朝の5時じゃない、朝の6時か7時に起こされてさ、一
たよデパート並んでんじゃねえかよもうバカほどねそんなクソ寒いのにさでもカップルがついてるやつ男がねマクドナルドでねホットコーヒー買ったりとかさで女子が並んでるっていうねうん何なんだよっていうねほんでさカリステンと同時にさブワーンもうねほんとね俺もあの瞬間女子のね女子のもうなんかもう嫌なとこ見たなと思ったなもうなんかもうエスカレートうわー言ってさほんでさ待ち構えてんのよショップ店員がはい、大体のこの福袋のお世話でございますこちらの中身はうめつめめ言ってさやっとんのよ1万円とかさぐらいのやつをね女子が福袋持って行ってさほんでさエスカレーターの横とかでさバーッて中見てんのほんでさこれとこれとあこれと友達たちがこれとこれと帰ってくれとかでやってたりすんのでもう一個買ってくるわーみたいな感じでさまた一個買いに行ったりとかさ残り物だろ大体福袋なんてさうちのは違ったぞ残り物じゃ、うん、1個以外はね、うん、いやどうかしてるよ福袋はねほんとねそんなねお得じゃないと思うんだ、うん、まあしゃあないけどな縁起物っていうかまあイベントなんかもしれんけどね、うん、あそうそうでも私ぐらいのねもうね年頃になってくるとねアラフォーのねおっさんになってくるとねお年玉やらなあかんと思うな、お年玉。皆さん、お年玉っていくらぐらいあげんの？これ、いまいち分からへんのよ、俺はな、うん。例えばさ、3歳とか4歳のガキとかさ、ね、うん、3歳、もう1歳とかな、うん、生まれたてとかな、うん、もしくはあと、小学生、中学生、高校生、大学生ってことだろ？まあ、大学生の、まあ、やるやつはいいから、やらへんけどさ。大学生ぐらいだったら5000円ぐらい ?1 万円もう1万円はやらすぎやろなあ別にね、うん、1万円なんかやらんでもアルバイトしてこいって言ってたんだよね大学生高校生5000円あ、まあ、3000円でもいいかなと思うんやな、まあ、5000円かな高校生ぐらい1万円なんの5000円かなどうなんやろねこの辺ね一番微妙なのは小学生とか幼稚園とかもう3歳とか1歳とからへんもう1歳なんてもうまずやらんでやろうと思ってんねん俺の中ではもうだけど儀式やからねこれなかといってさ1000円っていうのもなどうなのこれ1000円なんかななんかさどう考えてもさ最低ランクまあ、で最低ランクは少なくともどう考えても1000円でしょ一番最低でやっても小銭入れられへんよね お年玉の袋にね、うん、そう考えると3000円もう3000円一律で中学生ぐらいは言ってほしいよな、まあ、言ってほしいって3000円一律中学生ぐらいで考えていくかもしれないな、うん、全世代そこまで小学校6年生までは3000円中学校から大学までは5000円かそんなもんかなどうなんやろ、うん、俺らの時のは1000円やったぞ俺言っとくけどずっと1000円だようちのおかんの兄弟からもらうねお年玉はさおかんの兄弟多いからさおかんらがもうなんか取り決めやがってさなんかもうすごい条約結びやがってさあいつらさ全員1000円だよ全員1000円いくつになろうが1000円って決められてさ、まあ、お年玉袋はお前ねえでも、お母ちゃんの、全員からお年玉もらったんとさ、おばあからもらったお年玉ってさ、倍やからね。ダブルスコアやから、おばあ一人で。本当に。どうかしてんだよ。でも、ファミコンのカセットも買ったら終わりだよ。もうファミコンのカセット1個で終わりだよ。もう、この時代なんてさ。ほんと困っちゃうよ。だから、もう俺が1000円しかもらってねえんだからさ、俺も1000円しかやらなくていいとか言う。そういうルールにしてもらわないとね、困るんだよな、うん、そもそもね。うんまあ、だけど、俺が子供が生まれた時にもらうかもしれんやん。さ、そんなもあるかもしれんけどさ。やるようとしたまあちょっと難しいやな。なんかさ、少なすぎず、少なからず、多からず、みたいなところ、攻めなあかんしょ。皆さんちょっとお年玉のさ
金額さ書いといてよコメントに。ね、小学生、まあ、小学生以下ね、うん、小学生以下、まあ中学生、あと中学生、高校生、大学生分も一応書いててもらえるかな、うん、もしくは、今年あげた金額、もしくはあなたたちが学生でお年玉もらった分なら、あの誰からいくらもらったか書いて、書けるんやったらな、誰がいくらやったか、もうこれリアリティあるよね。うん、もうそうね、もらった側から書かれる金額を俺はな、知りたいな。うん。待ちってや。うん、そうそう、教えてください。そうね。お年玉もらった金額。トータルいらんから。誰々からいくら、おじさんからいくら、お母さんからいくら、おばあちゃんからいくら、おじいちゃんからいくら。そういうやつ。そういうやつ教えてください。これはちょっと楽しいな。これ楽しみやな。どんなんやろ、俺お年玉の経験がそんな極端にないし、俺自体がもらってんからな。うん、今日考えたらさ、今日じゃないけど今日も今一番簡単な朝やけど、うん、冷やし中華のカップ麺食ってさ、どん兵衛2個食ってさ、おにぎり先に食ってさ、これ苦労し、日本酒のどんだけ炭水化物って病気なのか、うん、病気なるで、新年早々こんな食生活してるやさ、本当のね、おかしいなことですよ。まあ何やともあれね、何やともあれ、まあ新年迎えられたっていうことは、よかったことでございます。いや、今年の抱負は現状維持ということにね、させていただいておりますけど、私は現状維持でございますけども、まあ。あれこれ言ってたかな、言ってなかったかもしれない。俺現状維持なんです。今年、うん、今年は変わらないパテもそうで行きたいなと思っております。というわけでね、なんか喋ったや、もう20分ぐらいか。新年朝から朝7時から上がっとると思うけど、30分もないから20分ぐらいだらだらと喋りました。というわけでね、まあね、これからも今年は毎日一応上げれるだけ、まあ一応っていうかね、4月まではとりあえず毎日動画上げていこうと思ってます。で、4月からやめんのかって言ったら、ね、そんなわけでもないですけども、まあ、そこまでそれに言うのに縛られず、まあ動画上げていこうかなと思っております。というわけで、9年はお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いしまする。というわけでね、いい正月を送ってください。飲みすぎ注意、食べすぎ注意、カップ麺注意でございました。こちらも協会でした。それでは今年もよろしくお願いします。チャンネル登録、あなたも私もチャンネル登録、まあ、チャンネル登録してるかの？チャンネル登録、チャンネル登録。